ジェームズ・マクヘンリー、ジェームズ・マクヘンリーはアメリカ合衆国の政治家、メリーランド州代表として大陸会議に出席し、アメリカ合衆国憲法に署名を行った。また1796年から1800年まで、ジョージ・ワシントン、ジョン・アダムズ・リ大統領のもとで、第3代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1753年11月16日、 マク・ヘンリーは、アイルランド北東部アルスター地方のバリーメナにおいて、スコットランド系アイルランド人、ダニエル・マク・ヘンリーの息子として生まれた。マク・ヘンリーは、ダブリンで古典教育を受け、1771年に家族と共に、北アメリカ大陸のペンシルベニア植民地フィラデルフィアに移住した。マク・ヘンリーは、デラウェア植民地のニューアークアカデミーで2年を過ごした、 1773年に弟のフランシス・ D ・マクヘンリーと共にボルチモアで貿易業を営み成功を収めた。またマクヘンリーは医学を独学で勉強し、1775年にイシ・ベンジャミン・ラッシュの見習いとなるためにフィラデルフィアに戻った。マクヘンリーはラッシュの下で18世紀全般の医学の知識や技術を習得し、同時にラッシュから 革命論者的な政治の教育も受けた。1784年1月8日、マクヘンリーはメリーランド州ボルチモアにおいてマーガレット・コルドウェルと結婚した。二人に間には三人の子供が生まれた。イギリスと北米植民地との間の関係が悪化し、1775年4月にニューイングランドでレキシントン・コンコードの戦いが始まると、 マクヘンリーは反イギリスの立場を表明した。マクヘンリーは、ボストン包囲戦で、大陸軍に志願して参加し、マサチューセッツ湾植民地ケンブリッジの軍隊病院で、軍医補佐として働いた。1775年12月、リチャード・モンゴメリー将軍率いる大陸軍がカナダのケベックの戦いで大敗すると、マクヘンリーは、負傷者の治療のために設置されたニューヨーク。 植民地北部の軍隊病院の一つに軍医として赴くことを依頼された。だがマクヘンリーは赴任する直前に追加的に必要となる医薬品を収集することを理由としてフィラデルフィアへ戻った。1776年フィラデルフィアに戻ったマクヘンリーはベンジャミン・ラッシュの推薦によりロバート・メガウ大佐の連帯で軍医に起用された。マクヘンリーは ペンシルベニア第五大隊の正規隊員として再びフィラデルフィアを離れ前線に赴いた。ペンシルベニア第五大隊は大陸軍の正規部隊としてニュージャージー植民地北部に配備されニューヨークと直接の連絡を取り合った。ペンシルベニア第五大隊はマンハッタン島北西端に大陸軍の前哨基地としてのワシントン要塞を建設する任務を割り当てられた。当初、 大陸軍はワシントン要塞を拠点としてニューヨークを防衛しハドソン川へのイギリス軍の侵入を防衛する計画であった。そのためペンシルベニア第五連隊はワシントン要塞完成後も引き続きその防衛を任されたが1776年8月にイギリス軍司令官ウィリアム・ハウに吸収を受け同年11月16日にワシントン要塞を陥落させられた。 マクヘンリーは、約2000人の大陸軍兵士と共に、イギリス軍に拘束された。その後、マクヘンリーは病気の戦争捕虜を介護して、数ヶ月を過ごした後、1777年に、当時の戦争の慣例に従って釈放された。1778年3月、マクヘンリーは、再び大陸軍に参加し、大陸軍の八重千バレー法事で1ヶ月だけ軍医を、務めた。 1778年5月、大陸軍総司令官、ジョージ・ワシントンは、マクヘンリーを参謀副書記官に任命した。マクヘンリーは、ワシントンの下でおよそ2年半を過ごした。その間、マクヘンリーは、モンマスの戦い、スプリングフィールドの戦い、ニュージャージーの戦いに参加し、ヘンリー・ノックス、アレクサンダー・ハミルトン、ラファイエットらと共に、ワシントンに最も近しい。 軍事ファミリーの一員として挙げられるようになった、マクヘンリーは、ラファイエットと熱い生涯の友情を築いた。1780年秋、マクヘンリーは、フランス人部隊に転属し、少佐として任務に当たった。マクヘンリーは、ラファイエットの側近として、軍事活動に参加した。1780年冬、マクヘンリーは、警府標隊と共に、バージニアへ赴き、 ラファイエットの強行軍を支援した。1781年末、マクヘンリーは大陸軍を離れ、メリーランド国で政界入りした。マクヘンリーは1781年6月にメリーランド国上院議員に選任され、1794年まで同職を務めた。マクヘンリーはメリーランド国議会において連邦主義のあり方について議論した。 マクヘンリーは1783年から1786年までメリーランド区に代表として大陸会議に参加した。また1787年、マクヘンリーはメリーランド区に代表としてフィラデルフィア憲法制定会議に参加した。マクヘンリーは会議で主要な役割を演じることはなかったが強い中央政府の創設を支持した。1796年1月、 ジョージ・ワシントン大統領は独立戦争時のマク・ヘンリーの貢献を評価し、陸軍長官に任命した。マク・ヘンリーは、ワシントン大統領と、その公認ジョン・アダムズ大統領の下で、合衆国陸軍の統括を任された。マク・ヘンリーは、陸軍長官に就任直後、西方に孤立していた駐屯地の部隊の改編に着手した。マク・ヘンリーは、 中屯部隊の自由度を上げて効率的に活動できるようにし、フロンティアにおいてインディアンからの攻撃を防衛する戦闘部隊としての役割を与えた。1797年からは軍事的手続きの規則化に着手し、無秩序であった軍需品供給システムをおよそ2年をかけて制度化した。マクヘンリーは文民の長官であったが軍事体制を 自身の権威に従属させることに成功した。合衆国議会では、高級的な軍隊の存在が多くの議論を引き起こしていたが、1798年にフランスとの戦争の可能性が高まると、マクヘンリーは差し迫った脅威に対抗するために2万人の軍隊を設立するべきという論調を指示した。常備軍反対派の人々はこの臨時の軍隊について、 自由民の利益を侵害する中流軍に他ならないと批判した。その一方で、マクヘンリーと政治的あるいは軍事的に関係した人々は、この臨時の軍隊があくまで適切な手段であると擁護した。マクヘンリーは、常備軍の設置に乗り気でない合衆国議会に対し、皆さんは合衆国をフランスに餌として捧げるつもりなのかと警告し、議論を展開させた。 そして議会は最終的に新たに正規軍として12の連隊を創設することを承認した。マクヘンリーは大規模な軍隊組織の管理は未経験であったが、統制された職業軍隊の構築に果敢に取り組んだ。軍事の文民統制に関しては様々な議論を引き起こした。フランスとの対立が1800年に終了すると、マクヘンリーは連邦党の方針について、 ジョン・アダムズと対立し、最終的に陸軍長官を辞任した。マクヘンリーは、その後、メリーランド州の自称、フェイエットビルに隠居した。マクヘンリーは忠実な連邦党員として、合衆国の米英戦争を参戦に反対した。またマクヘンリーは、地域問題に関心を持ち、1813年には、ボルチモアの聖書協会で、初代理事を務めた。 1816年5月3日、マクヘンリーはメリーランド州ボルチモアで死去した。マクヘンリーの遺体はボルチモア市内のウェストミンスター墓地に埋葬された。ありがとうございます。